ます。まなしゃんです。今日はよろしくお願いします。ありがとう。を聴いていただきました。2曲目は「石ころ」っていう曲です。なんか嫌なこととかいろいろある時もあると思うけど、なんか次の日には笑って過ごしたらいいなみたいな、そんな感じの曲です。まあノリとテンションで聴いてもらったら大丈夫だと思いますので、ぜひよろしくお願いします。今日も石ころ蹴っ飛ばしたことないなってつぶやいた。案外大切なことって足元にすぐそこに転がってんのに、極力普通に無難にってつまんない毎日送ってるらしいじゃん。まあそれも一応ありかもね。でも僕はそんなのはゴリゴリなんだよ。他人の目気にして、そんでどっかでまた遠慮していたいの、イエスのどうなの、ちゃんと答えなよ。これじゃダメって分かってる、そんじゃちょっと一丁はじけちゃおうぜ。作るよ今だない未来さ、飛び出せゴー。ことを思い出す。ふらふら歩いた光る街、本当の愛は何かってわかるわけないのに探したりしてた。信じていたのに裏切られた心を闇闇闇ってお酒を飲んで、結局逃げてるだけだと思いませんかね。余計なお世話とか重々承知なんだよ。思い出引きずって未練と涙たらたら流して悲劇のヒロインですか。そんなの求めてないよ。そういや人生は遠くから見ると喜劇らしいよ。とりあえず涙不幸感、真っ白なハンカチとキャンバスを君にプレゼント。あの時蹴飛ばした石ころに罪はないんだ。ひどいよ痛いよ、石ころだって怒んだよ。まずは心から優しくあること、それが大事。あとはほんのちょっとの勇気だけ、yeah! 他人の目気にして、そんでどっかでまた遠慮していたいの、イエスのどうなの、ちゃんと答えなよ。これじゃダメって分かってる、そんじゃちょっと一丁はじけちゃおうぜ。ありがとうございます。改めまして広島県産のシンガーソングライターまなしゃんと言います。よろしくお願いします。あれなんよね。さっきまなさんだったのにまなしゃんになったって言ったじゃないですか。アルファベットでまなっていう名前でやったんですけど、まあアーティスト名かぶるって感じでおるんよ結構。そうなんや。じゃけもう。これは解明せにゃいけんわと思ってで変えた結果です。あざっす言葉のチョイスね、特徴的で本当にアホなんかなこの子って思うかもしれないんですけど、大正解ですね。アホです。なので温かい目で見守ってください。今日ね、さっき後ろで話しちゃったらさ、みんなあれらしい、出演者が未成年ってことで、はい、私はお酒好きですし、はい、飲みますし、一番好きなのウイスキーですし、本当にやってることがおじさんだとすごく言われます。私もっていう女の子たちいる？いない？あ、後で仲良くしようぜまあみんな仲良くやってもらえたらと思うんですけど、今「ポストと石ころ」という曲を聴いてもらいました。次がですね、月うさぎっていう月をなんか綺麗な満月を見た時に自分が思い浮かんだ歌、そして続けて2曲歌うんですけど、思う、相手を思う、相手の心って書く思うに歌ってそっかっていう曲を2曲続けて歌いたいと思います。幸せ告げられた。そっか、さよならだね。ほんと君はいつも自分勝手だ。そりゃそうか、ただの友達だもんね。ねえ、私も連れてってなんて言わないよ。だって君の前では強い女でいたいから。でも正直言ったら君に甘えてたい。君の腕に包まれて眠ってみたい。ねえ、君が好きだよ、大好きだよなんて言えたなら、ねえ、晴れるまで泣く。こんな夜は来ないで済んだのかな、わかんないや。君の好きな曲は英語ばっかで、意味はわからなくってもなんかいいねって。たまに聞こえるラブって言葉にときめいたりして、ああバカな女だね。君の横にいれるならなんだっていい。君の匂いがすると安心するから。友達以上恋人未満なんて都合のいい。人にはなりたくないの、でももう遅いね。ねえ、君が好きだよ、大好きだよなんて言えないから。今日もまた君の好きな歌の意味を知って一人涙を流す。君が旅立つとき、僕は笑顔で見送ることができるだろうか。勇気を出して声に出してみようかな。うだうだ考えていたら夜が明けた。ねえ、君が好きだよ、大好きだよ、やっと声に出せたのに。で、その音にかき消された想いは届かない。じゃあね、バイバイ。ありがとうございます。今日の3月21日の夕日はキャスファイル6の先行リリースイベントということで、まあ実にめでたいわけですが、私を含め3人もいるからさ、3枚も同じの買わんじゃん、普通に考えて。そりゃそうなんよ、分かっとる分かっとる、うん、大丈夫、買わしたりとかせんのんじゃけど、その代わりね、まあ、うちキャスファイルもあるんだけど、まあ、誰かの買えば聴けるけ、500円で5曲入りの自分のデモの CD がありますんで、よければっていうやつありますので、よかったら。で、まああとまあ今日というか今1週間ぐらい遠征で東京に来とって帰るんよね、広島に。だけこっちでのライブはまあしばらくありませんと。だから今がチャンスなんで、もし本当によければ。で、あとそのマナシャンという名前にしたことによってですね、なんと YouTube でちゃんと出てくるようになったんですね、私が。マナシャン弾き語りで検索するとので、まあ、そちらも気になれば見ていただければと思います。本当に長丁場でしたが、次の曲が私は最後になります。そして本当に最後の最後、瀬川優ちゃんがきっと素敵なステージを見せてくれると思いますので、楽しんで帰ってください。私は出番が終わったらお酒を片手に楽しみます休みじゃんもんね、だってある意味今日私はライブが終わればなので、飲める人は飲もうぜみたいなめっちゃ激しくうなずいてる子いるんだけどありがとうじゃあそのキャスファイルに収録しました「流れ星」って曲を、まあ、まだ今昼じゃけど、まあ、みんなブラブラして家帰って CD 聴く頃にはいい感じの時間じゃないかなと思うんで、まあ、私のこと思い出してください。それか大切な人でもいいし。じゃあ最後に聴いてください「流れ星」。た景色を忘れることはないだろう。君との思い出の数だけ僕の寂しさは増してゆく。ああ、もう朝だ。まなしゃんでした。ありがとうございます。はい、まなしゃん、どうも。はい、まなしゃんね、まなしゃん名前もね変わったし、はい、新規一点でキャスファイル6に収録されましたが、いかがでしょうか。あれですよ。ありがたいです。ありがたい。はい。キャスファイル6なのか6なのかどっちがみんないいんだろうね。個人的には6。6。発音大事そうですね。発音。大丈夫、英語得意、大丈夫、キャスファイル6って感じですかね。はい、っていう感じです。広島弁ではなんて言うの？一緒っすね。一緒？一緒なの？数字変わんないですね。数字は6って言います。発音は6？いや、6。そう、広島弁で今広島の方で活動を始めたんだよね。はい。どうですか広島は？田舎です。もみじまんじゅうぐらいしか知りませんけど。いや違いますよ。私がおすすめするのはちちだんごです。何それ？ちちだんごあるんですよ。それ聞いていい？深く掘りしていい感じ？全然大丈夫。カモンって感じですね。はい。どんなもうなんかね、私もなんかね、ゼラチンみたいなやつなんです。あーってでもなんかすごい本当にもちもちで、なんかね、ゼラチン、なんなんですかね、物体、弾力あります。で、違う、もちみたいな、なんかミヨンってなります。ミヨンってなって、で、なんかお母さんの味がします。やっぱりそれ深掘りしちゃまずい系じゃないの？大丈夫？形状とかやばいんじゃないのそれ？形状四角なんですよ、それが。ちょっと残念みたいな。話がちょっとね、ちょっと不思議な、乳っていうかな、牛乳が入ってるわけじゃなくて、でも入ってますね。入ってるつもりです。その食べ物、それどこで売ってんの？はい。どこで売ってんの？広島の北部の方で売ってます。北部。見たことないもんね。はい。そうですか。私は山梨出身なんで。チェックしてみましょう。はい。まあそんなキャスファイル6のね、まなしゃんもね、最後の取り前のいい感じの場所に入ってますよ。ありがとうございます。なんかね、ああいう感じで CD に、そう、ああいう CDR じゃなくて CD になるっていうのはね、初めて。どうですか、ああいうもう固定される感じ、いい経験をさせていただきました。そう、キャスファイル6もね、本当にいい CD になりましたよ、まなさんのおかげで。私の皆さんのおかげでね、全然私収録された9組のアーティストのおかげ、次のアーティストのおかげでもあるしね、みんなのおかげですよ。作り上げたのもね、ぜひ遠慮せずにどんどんガッと打っていただきたい。広島でも、広島ではもう独占販売だもんね。はい、広島では独占販売ですもんね。まあ一応そういうことかもしれないです。はい、そう頑張ってね、打っていただきたい。はい、あの曲はどういうこと？流れ星。流れ星の曲はやっぱり広島の山奥で見た流れ星。いや全然違くて、なんか結構メロから作ったの曲なんで。次の人も歌いたそうなんで。そうですね、まあ、メロから作ったんでなんか音がすごいキラキラしてて流れ星っぽいなって。あ、そっちから来たのね。そうですね。ですか。まああとは詳しいことは曲を聴けって感じでね。トライアーにも一応解説とか書いてあるんで、ね、書いてます。ぜひそちらも引き続きで、はい、言葉にしづらいやつは文字にするタイプの人間です。なるほど、楽しみですね。はい、はい、ではマナちゃん、この後3月の24日にまた大阪でこのイベントに出ますんで、はい、お世話になります。大阪に行きたい人とかまたぜひね、マナちゃんと一緒に移動したらいいんでないでしょうか。はい、まあそんな感じでね、最後に告知とかあれば。告知ですか。そうですね、まあ、東京はまたしばらく来ることは できなくはないんですけど、予定はないので、まあ日頃配信とかもやってるんで、そちらをチェックしていただければという感じです。はい、わかりました。マナちゃんでした。ありがとうございました。